本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題となっているよな。北朝鮮や中国、ロシア、日本は大きな軍事力を持った国々との間に問題を抱えているもんね。防衛省は弾道ミサイル攻撃から国民の生命財産を24時間365日守り抜くための能力を抜本的に向上させることが可能であるとしてイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定したよ。さて今回は、次期最大級護衛艦イージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスとはギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことだね。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できずイージス・アショアの配備を断念し、これに変えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表したんだ。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできないからな。敵はミサイルを保有するだけ撃てるんだから、長期決定を盤石のものにするため2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されたよ。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわからないもんね。ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されているほどだし。中国の軍事力の整備は特に進んでいて、日本は最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換したってわけだな。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することだね。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないから、限定目標の攻撃になり、攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると思うよ。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃についてはそれぞれの専門部隊が実施すべきで、イージスシステム搭載艦は飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなんだ。日本の周りは海となっていて、敵のミサイルは海を渡ってくるよね。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務ってわけ。2022年12月16日ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施していて、ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したんだけど、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したんだ。ウクライナの送電網はこの日まで2000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと、送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しているよ。迎撃ミスはないようにしてもらいたいよね。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないよな。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいぜ。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があり、各海域に常駐、訓練、補給整備をローテーションで行うと3隻は必要になってくるんだ。またミサイルの再補給は洋上ではほとんどできず、港へ帰らなければならないよ。太平洋に1カ所は少なすぎるけど、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるだろうね。つまり4プラス海域に3隻で、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があると思うよ。海上自衛隊は令和4年時点で既存のイージス護衛艦を8隻保有しているんだけど、これらの艦は本来的に護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動するんだ。日本本土を弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったってわけだね。
2500年前の中国で書かれた兵法書孫子は敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いていることからも、まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていこうと思うんだけど、ロシアの超音速対艦巡航ミサイルツィルコン等の対艦、対空、対戦ミサイルは除いているよ。まず、中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルなんだけど、中国及びロシアは、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中みたい。マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるんだ。中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ目標に到達する機能を持っていて、さらにまた、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100DF-100 東風100を開発しており、このミサイルはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びているみたい。中国、ロシア、アメリカも極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきたな。今や、極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化していて、低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいぜ。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第二砲兵を2015年にロケット軍と改名していて、日本を射程に収める信用基地には、射程距離1750クム以上の DF-21 や DF-31 が多数配置されているんだって。2022年8月に中国が行った軍事演習で、与那国島から 80km の地点に弾道ミサイルが落下していて、2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めているよ。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外の全ての国を合わせたものよりも多いんだよね。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から 3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされているみたい。次に北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しているんだ。北朝鮮は2022年11月18日、片で世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功していて、この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がっていて、2022年3月25日北朝鮮は、火星15号を、高度 6000km に達し1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させているよ。また、10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させていて、飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されているんだ。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となっていて、北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われるよ。次にロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、ロシアは多種類のミサイルを製造しているね。中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となると言われており、陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているぜ。対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るな。また対戦型もあり、魚雷発射艦から発射する対戦ミサイルのスタンダード版になるとされているよ。発射母体は地上の発射台付き車両 TEL、艦艇、航空機、潜水艦で、
陸上攻撃型である 3M14J と 3M14KNATO 呼称 SSN30A は、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追証も可能なんだって。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマトサタン2の実験に成功したと発表していて、プーチンが2018年の年頭教書でアバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しているよ。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200クムで切り離されマッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空からだね。さて、防衛省は令和5年度予算案にイージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求していて、構想ではイージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているみたい。基準排水量約2万トンは出雲型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みだね。イージスアショアで配備する予定だった米ロッキードマーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことだよ。同省は船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしているんだけど、この大きさでは速度が 33km 毎時18ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km 毎時30ノットで行動するときついていけないし、護衛艦の足手まといになるんだよね。既存イージス艦8隻など他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければならないからな。イージスシステム搭載艦は陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標で、日本本土を狙ってミサイルを発射しても途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたらミサイル発射の意味がないわけだから、敵はまずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするだろうね。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があり、護衛がついたとしても、時間にも対空、対艦、対潜水艦船能力は必要で、ソナーやヘリコプターも今や不可欠なんだ。日本近海で行動するにしても、護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶で、その点から、イージスシステム搭載艦は、当初案より小型化し、機動力を高め既存イージス艦と同等の各種船能力機動力を保持するよう計画されているみたい。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1だけど、この乗員でこの艦の能力発揮ができるのかな。一部乗員は陸上自衛艦で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているらしく、長期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されているぜ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。日頃から、相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力であるよ。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていたよ。しかし、日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったんだ。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、
当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施継続するんだ。イージスシステム搭載艦には大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する RIM-161 スタンダードミサイル 3SM-3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使える RIM-174 スタンダードミサイル 6SM-6 も搭載する計画で、また反撃に使用する装備品として一蓋式対艦ミサイル能力向上型艦上発射型を搭載する方向なんだって。また既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しているみたい。火星17号を迎撃する場合を例にとると、弾道ミサイル迎撃用 SM-3 ブロック 2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされていて、6000km から弾頭が誠空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒となり、SM-3 ブロック 2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければならないんだ。反撃のために TEL を一蓋式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、TEL はミサイル発射後すぐに移動するから、ミサイルを発射した TEL を撃破するとなると非常に難しい任務だね。情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約するジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠だな。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足らない状態で、この点からもイージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊護衛艦の2番艦加賀が改修工事に入っており、戦闘機 F-35B を艦載するための艦板や格納庫の改修が進んでいるみたいだよ。エンジン排気熱は千数百度に達するらしいからな。十分に対応できるように設備を整えておかないとね。さて今回は護衛艦加賀や出雲での F-35B 戦闘機運用について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の海上自衛隊に2022年現在、就役中の艦艇中で最大の規模を誇るのが、複数のヘリコプターを搭載できる護衛艦出雲型の1番艦出雲、2番艦加賀の両艦で、敵の潜水艦、水上艦艇、航空機による脅威に対処する能力を備えており、防衛に重要な役割を担っていて、海外メディアでは艦種はヘリ空母として扱っているよ。世界の海軍でコルベット小規模の軍艦と呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲型のような艦艇までを総括して海上自衛隊では護衛艦と呼んでいるんだけど、出雲型には DDH という艦式号がついているんだ。DDH について詳しく、DDH は海上自衛隊においてヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦式号で、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は DD、最新鋭の最上型は FFM などその艦艇の用途と性格を表す英語表記に準じて付けられた記号だと考えられるよ。太平洋戦争後、日本の自衛隊は軍隊ではなく自衛のための最低限の実力を備えた組織としており、攻撃的な兵器兵装を自衛隊が保有することは政治的にも、それを良しとしてこなかった経緯があるんだ。これまでの憲法の解釈から攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦がその代表例とされてきたため、海上自衛隊は木伝以来、航空母艦を保有することを検討してきたが、これには絶えず政治的な反対があり、世論の反発を考慮して大型空母の保有を見合わせてきたぜ。とはいえ、1970から1980年代でもヘリ空母の必要性は認識されていたが、やはり政治的な判断で見送られていたな。現在、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているものの、防衛に用いる航空母艦であれば憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解で、正直なところ複雑ってわけ。しかし出雲型護衛艦2隻に出雲をほぼ原型のまま活用し、垂直離着陸できる固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修を施すことは、
ついに実現した海上自衛隊の航空母艦か。まあこれまでの経緯を踏まえればここまで踏み込むことができたことは時代の変遷と言えるんじゃないかな。出雲型護衛艦の登場が二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は今よりはるかに大きく、マスメディアや野党から大きな議論を呼んだ可能性が高かっただろうしな。出雲型護衛艦の航空母艦化がそうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの表れだと言えるかもしれないね。中国への危機感を国民も持ち始めたのは良いことだよね。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は日本の最大の仮想敵国であり続け、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、近年、中国の軍事力強化により海洋進出が著しく、日本にとって新たな脅威となったんだ。中国海軍は公海東シナ海南シナ海、日本海と活動範囲を広げており、中国海軍初の航空母艦が2012年に1隻目の遼寧が就役し、それを皮切りに中国初の国産航空母艦を2019年に2隻目の山東を就役させていて、これに加え、初のカタパルト搭載の航空母艦を今年2022年に3隻目の福建も進水させているよ。実戦配備された正規の航空母艦は3トン1隻のみだが、すでに練習用の航空母艦として運用が続けられている遼寧も西太平洋に進出して軍事演習を行うことが可能なまでになっているぜ。このような中国海軍による海洋進出への危機感が実際に有事となり南西諸島への攻撃があった場合、沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保できていない自衛隊としては F-35B を搭載した空母配備すれば、素早い対応が可能になり、抑止力の強化になると言えるよね。日本では中国軍の脅威に対して陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊を石垣島や宮古島へと配備を進めたり、有事に対応する水陸機動団を進編するなど南西諸島方面の防衛力整備を図っていて、ヘリコプター護衛艦出雲型の空母化もこうした動きの中で浮上してきたものだよ。アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機とである F-35 ライトニング2波、短距離離陸垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでいたため、出雲型の航空母艦化を具体化させたと言えるだろうな。この艦載機 STOVL 短距離離陸垂直着陸 F-35 ライトニング2 B 型を現状で総数で、42機調達する計画が予定されており通常時には宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同機は、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載されるとのことで、2024年度からの配備が予定されているんだ。出雲型護衛艦は1番艦の出雲から先に航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは2020年3月から2021年6月までに改修の第1弾を終え10月には米海兵隊の F-35B を発着艦させる検証を終えているよ。出雲の第1段階の改修工事は艦形を変えるものではなく、これまで回転翼機のみを運用する仕様となっていた本艦を艦載機となる、垂直着陸可能な F-35 ライトニング2 B 型が着艦するときに下方へ噴出する千数百度にもなると言われる、エンジン排気熱から飛行甲板を保護するための耐熱強化を中心とした改修工事のほか、電源設備の設置などのインフラ整備を整えた工事が行われ、甲板にはアメリカ海軍の規定に準拠した F-35B 離着陸用の黄色のセンターラインが引かれるなど、外見の変化が見られたね。これに加えて出雲では F-35 ライトニング2を全天候の環境下でも安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた出雲は現在、通常の任務を行っているな。その他、出雲の第2段階の改修工事は2024年度末から行われると見られており、そこで艦を上空から見ると先端が細く絞られた形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅される艦首形状の変更工事が決まっているよ。現状、基本的に垂直離陸着陸のみを行う回転翼機では不要であった拡幅後の滑走スペースを、
短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するために、この飛行甲板の拡幅工事を行い、その運用効率の向上が目的とされていて、2回目は2026年度中に終了すると見込んでいるんだ。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーンエリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の勾配の導入なども検討されていたが実際には必要最低限の改修となったな。しかし、出雲型は設計段階から将来の F-35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、そのためエレベーターの改修のような大工事は必要ないものとなっているよ。一方、2番艦の加賀は2022年3月より軽空母化に向けての1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の短距離離陸と垂直着陸が可能なステルス戦闘機 F-35B を搭載するための改修工事に加えて、出雲に先駆けて艦首形状を四角形に変更する先端の拡幅工事が2023年度まで行われる予定だね。加賀の2回目の改修工事は2026年度から2027年度に行われる予定されており、これには先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機 F-35B の運用に細心の注意を払っていると思われるよ。出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルの艦体を持つとはいえ、航空母艦と呼ぶには F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と決して多い台数ではないと言えるんだ。出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の活動を食い止めるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で最も多く対潜哨戒能力としての回転翼機を一度に運用可能な艦艇であることからすれば、その航空母艦化は手放しでは喜べない反面、周囲を海に囲まれた日本としては、これにより一隻で空母と対潜水艦船が主の護衛艦という2つの機能を合わせ持ち、洋上に F-35B やオスプレイ、哨戒ヘリコプターなどを運用できる航空母艦化した護衛艦を保有することは大きなメリットとなるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がそろそろ終盤を迎えようとしていて、いよいよ F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まるみたいだね。F-35B 戦闘機の配備先は、宮崎県のニュータバル基地に決定したよ。世界情勢が刻々と変化する中、F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されているけど、日本の無人機導入も着々と進んでいるんでしょ？でも将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えるね。さて今回は、護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月時点で、海自の保有艦艇中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀の2隻を改修し、固定翼の艦載機を搭載、運用する計画を段階的に進めていて、艦載機としては、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められているみたいだね。日本は太平洋戦争後、初めての航空母艦の保有が起とされているというわけだね。F-35 ライトニング2戦闘機について日本では航空自衛隊が通常滑走路仕様の A 型を105機、B 型を42機、計147機を調達する計画でその分の予算化がすでに確定していて、この機体数は今のところ本国アメリカに次いで世界2番目に多い数になっているんだって。F-35 ライトニング2に関しては、もともとが本国アメリカ以外では各種 F-35 ライトニング2すべてを対象にしてカウントした場合でも、
合計調達予定数が100機以上の国は日本とイギリスくらいしかないらしく、次に多いオーストラリアでも72機ということだよ。イギリスのケースだけど、クイーンエリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦でネームシップのクイーンエリザベスと、2番艦プリンスオブウェールズの艦載機として B 型のみが調達されているんだ。2015年前後にイギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数をマックス138機ほどを計画していたみたいだけど、最近は高価なこの機体の調達にストップがかかり、数を大幅に減らした48機とする可能性が現実味を帯びてきていると言われているよ。このようなイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては程度の差はあるけど、似たような状況とされ、この転換の背後にはコストの問題だけでなく、今後ヨーロッパで従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったとみられるね。だからこそイギリスを含む多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアこそ最大の仮想敵国という方針に変更はなかったものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数を削減する傾向が顕著だったわけだね。しかし2022年2月、状況は一変しているね。そうだね。ご存知のように2月24日、ロシアが突然ウクライナへの軍事侵攻を開始し、戦争は未だに終わりが見えない状態だよ。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にもロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力について大幅な増強を始めた国も出始めるようになったよね。ロシアウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども軍事費の増額を、政策として打ち出しているんだけど、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明となっているんだ。それでもイギリス海軍のクイーンエリザベスを含む空母打撃群は、万一に備えて北海に展開していると報じられたから、同艦が就役するまでは保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると思われるよ。航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属だけど、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属で、さらに言えば、クイーンエリザベスはアメリカ海兵隊の飛行隊も収容していて、甲板の供用ということになるんだ。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーンエリザベスらの空母打撃群に必要と言われる容量に余裕があるということと、今後の同盟国としてアメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されているよ。当然アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別で、このことが F-35 ライトニング2機の性質を物語るものということだろうね。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同様の方法が日本でも行われる予定で、出雲型護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められているよ。このような運用体制については危ういのではないかという意見があるみたいだね。というのは、海自は今まで敵潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたはずだし、空自は対艦攻撃を主眼に置くわけだから、この二つの想定が相入れないのではないかという不安ってわけだね。アメリカ軍であればワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に艦載機と F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけでなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っており、この MV-22 オスプレイはアメリカ海兵隊用のテルトローター機として有名だが、胴体が従来から使用していた回転翼機で中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的な機体ということでも知られているらしいよ。オスプレイというと、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してしまう方も多いと思うけど、従来の CH-46C ナイトに比べると移動速度は約2倍、作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものということで、この MV-22 オスプレイを運用しているからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦が迅速で強固な補給体制を、
構築可能と言っても過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮できると言われているんだ。一方日本の場合だけど、出雲型護衛艦を回収して航空母艦化したとしても、空自はオスプレイのような機体は持っていないから、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上、困難と思われるよ。陸自は V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で9機保有しているけど、今後も空自は独自にこうした機体調達を行う予定はないらしく、その連携も必要になってくると考えられるね。そうなった場合、出雲型護衛艦などの艦艇は海自、F-35 ライトニング 2B 型などの艦載戦闘機は空自、V-22 オスプレイなど輸送機は陸自と、すべての所属が異なることになり、指揮命令系統の一元化は強く求められるだろうね。こういった陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考えると、その調整の困難さは想像できるが、尖閣諸島など南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題だと思う。ただしあくまでも試験だが、まさに航空母艦化改修中の出雲型護衛艦2隻と、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型に、運用に関してあまり多くのものを要求するのは酷ではないかとも思うね。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末に提出された次年度の防衛予算概算要求で建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も視野に入れながら設計されてきたもので、簡単に言えば実験艦という役割が大きいもんね。前年の2008年時点で出雲型護衛艦には、海自内部では F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用する能力を視野に入れていたと言われるけど、当時の時代背景では、政治的にも日本が航空母艦を保有することはタブーとされていたんだ。だから海上自衛隊独断でこうした決定を下せるわけではなく、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の、艦載機化を考えながら重量や大きさに対処できるエレベーターや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思うよ。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終わったとしても、F-35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファとされるので、決して多くはなく、しかし固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えると、致し方ないとも感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは政治財政的に国家レベルの支援が必要だと述べたというよ。この発言はアメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りにその言葉を受け取るならば、日本がすでに原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまうよね。日本という国がそれを作るには色々と課題がつきまとうよね。そうだね。さて今回はそんな日本の海上自衛隊における原子力潜水艦の保有について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現状では2022年12月の閣議決定で安保関連3文書改定の上、承認したことで防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で 2% の達成は数値目標としては掲げられてはいるんだ。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態だね。そのため少なくとも日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれないね。マイケル・ギルディ氏は続けて、一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った、軍事同盟オーカスの件に触れ、それによりオーストラリアが原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げているよ。
このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目されるね。今のところ個人的にニュースなどを確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないけど、韓国の中央日報はこの件を報道し、しかも日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示しているんだ。これは多分、韓国自体が原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対してアメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるんだけど、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは好対照な点は興味深いよね。しかし同時にこの2023年1月10日から開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当しているダリル・コードル大将が予定の10隻に4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いているよ。アメリカ海軍では最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされているからね。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題などで表面化していたことに加え、昨年から始まり今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、深刻な問題に発展しているみたい。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づきオーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろうね。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたけど、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきたんだ。そのため本命はアメリカからのバージニア級と目され、新造分数隻と残りはオーストラリア国内で建造する体制を整え、自国建造する方法が有力視されてきたけど、ここに来てかなりこの動きに陰りが見えている感は否めないよ。アメリカでオーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から供出する案も聞こえてはいたが、この場合潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われているね。結局のところオーストラリアは、原子力潜水艦の保有を打ち出してはみたものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られているよ。さて肝心の日本だけど、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についてもその素地は備えているとは思われるよ。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも分があるだろうね。技術的には実現可能ってわけだね。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足しているんだ。例えばイギリス海軍であれば攻撃型潜水艦も全て原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が6隻の合計7隻の保有にとどまり、数の面では日本よりもはるかに少ないね。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだけど、収益中であるのは指級が6隻、最新型のシュフラン級がようやく昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に7隻の体制を構築しているよ。日本の場合、四方を広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である、中国ロシア北朝鮮とは比較的近距離にあり、
通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が強大で、速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はあるね。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の大型型でも建造費は上昇しているとはいえ、一隻あたり未だ800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば建造費は確実に一桁は上昇するね。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが適正な費用対効果があるか否かは検討すべきだろうね。純粋に軍事的な観点からは日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるけど、政治的に今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみるよ。2022年6月に翌月の参議議員選挙を前にフジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われたんだ。ここで番組側から日本は今後原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたけど、それに賛同の意を示したのは日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は慎重な姿勢を崩さなかったみたい。逆にはっきりと日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢はあえて聞くまでもなく最初から予想できたというのが偽らざる心境だよね。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろうね。与党である自民党は日本が原子力潜水艦を導入することになれば膨大なコストが必要と答え、施策として必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。